はい、こんにちは、MB です。今日は僕のオリジナルアイテムについて話をしようと思います。メルマガを僕毎週出していて、もう6年目かな、6年間ぐらいずっとメルマガを出してるんですけど、まあ毎週5万文字っていうアホみたいな量でやらせてもらってるんですけど、まあ有料メルマガで毎月500円でやらせてもらってるんですけど、雑誌以上の、雑誌の何十倍ものボリュームがある内容で、まあ広告を一切入れないで自分で本当に気に入ったものとか本当に買ったものだけを紹介するっていう、スタンスでやらせてもらって、かなりそれが支持されていてですね、今有料メルマガ界だと堀江さんと並んで、読者層がいます。まあ堀江さんが勝ったり僕が勝ったり、こう読者数で結構競ったりするんですけれども、まあそのメルマガの中でですね、メルマガの会員さんだけにですね、オリジナルのまあブランドとして MB というアイテムで、提供させて、オリジナルのアイテムを提供させていただいてます。まあこれがまあ別に商売としてやってるわけじゃなくて、まあメルマガの会員さんがですね、まあ月500円、情報に対して月500円なんで、まあそんなに安いものじゃないと僕自身も思ってるから、まあなるべくその利益先行の商品じゃなくて、まあメルマガの会員さんにまあお返しするという形で、ほとんど利益がない状態でですね、原価に近いような価格設定をさせていただいて、さすがに僕マイナス出ちゃうとまずいんで、マイナスは出ないようにしてるんですけど、まあ原価にほぼほぼ近いような価格でですね、オリジナルアイテム、その代わり数量限定とかだったりするんですけども、お渡しして、まあメルマガの情報量を少しでも安く感じてもらおうというふうにやっています。まあ、月に大体一型ぐらい出してるんですけれども、たまにまあ、ちょっとこう詰まっちゃって月に何型か出す時もあるんですけれども、まあ、もし気になったらぜひメルマガ登録していただけると嬉しいです。で、11月25日に結構発売が溜まっちゃったんですけど、25日発売のやつでこれですね、MB ローライン、まあ、ローラインっていうちょっと安いラインの方なんですけれども、MB ローラインでですね、ショートコートを作りました。メルトン素材で、まあ、4色も作っちゃったんですけど、ちょっと持ってんの大変なんで、どうしようかな。はい、ちょっと持ってるの大変なんで2色に絞って説明しますね。ローライン、これね、表面はメルトン素材になってます。まあ、さすがに、これ7000円なんですよ。めちゃくちゃ安いんですけど、7000円で裏キルティングしてて、中綿も入っていて、冬全然越せます。僕、新潟の生まれで、雪国の生まれなんですけど、新潟でもこれニット着れば全然こう冬越せるぐらいの防寒性があってですね、コンパクトなシルエットで非常に綺麗です。で、まあ散々メルマガでこうやったら顔がちっちゃく見えるとか、こうやったら綺麗に見えるとか、こうやったら着こなしやすいとか言ってるんで、それをまあ理想として形にしたのが MB アイテムなんですけど、まあこのショートコートとかまさにそうですね、襟をちょっとコンパクトなサイズ感にして立たせると、まあストールしなくても顔がちっちゃく見えて綺麗にスタイルが見えるというものですね。で、ショート丈のブルゾンなんで、ちょっとカジュアルなんですけれども、あんまりその子供っぽくならないように、ウール調の素材を使って、まあさすがに7000円なんで、ウールそのものは、高級ウールは使えないんですけれども、まあ、化学繊維なんですけども、ほぼほぼウールに見えるような風合いに仕上げています。かなり高級感はあって、全然見た目は問題ないと思います。で、そんな感じで、ブルゾンなんだけども、高級感のあるドレスライクな素材を使って、顔をちっちゃく見えて、スタイルがよく見えるというところで、で、7000円っていう安い値段ですけど、防寒性があって、冬越せるということもちょっと意識して作ってます。まあ、何分ね、冬ってどうしても、ロングコート着ちゃうじゃないですか。今僕も着てますけど、ロングコートとかって結構簡単に雰囲気が出て、頼りやすいんですけど、まあ、ロングコートずっと着てるとさすがにちょっと飽きちゃうんで、まあ、メルマガの僕の読者さんとか、例えば2年とか3年とかメルマガ読んでる方だと、すっかり冬ってロングコートに慣れちゃってて、なんかこう同じような印象毎年続いてるなって飽きちゃったらかわいそうだなと思うので、たまには短い丈のコートで冬越してみませんかっていう僕なりの提案ですね。ぜひ気になったら手にしてみてください。7000円ですね。そしてこちらも同時発売ですね。11月25日に発売する、アイテムなんですけども、タートルネックのニットです。あ、ニットっていうか、これレザー調、スエードレザーみたいな風合いになってるんですけど、まあ合皮ですね。まあ実際のレザーをカットソー感覚でこうやって作っちゃうと、ちょっとパリパリして着心地が悪いので、これはまあ合皮になってるんですけど、まあその分値段は安いです。これで5000円ぐらいかなで出してます。で、ポイントとしてはですね、オフタートルのネックですね、タートルが結構こうダラッとしていてですね、ストール巻いてるみたいな雰囲気になります。で、こういうのってオフタートルって薄い素材で作っちゃうとなんかダラダラしていてかっこ悪いんですけど、切れっ端がダラダラしてるみたいでかっこ悪いんですけど、ちょっと肉感のあるスエード調のスエード調の素材を使うことで、まああんまりこうダボダボしてないというか、安っぽく見えないようにはしています。でですね、タートルって僕ずっと長年思ってるんですけど、締め付けがあって苦しいじゃないですか。で、しかも締め付けがある分着ていくとだんだん伸びてきちゃって、2年目とかになるとダルダルのタートルになってかっこ悪いじゃないですか。
ないですか。それが嫌だったんで、締め付けない、まあ、タートル嫌いな人でも着れるっていうことがまず一つ。裏地もちゃんとつけてあるんで、首当たりもすごく気持ちいいです。で、もう一つ、伸びてきた時どうするか。タートルって絶対伸びるんですよ。どんな素材使っても伸びるんですけど、そうした時にどうするかって言ったら、ドローコードつけてみました。だから、もしダランと伸びても、ドローコードでちょっとこう調整してあげれば、元に戻すことができるっていうところで、まあ簡単で、しかもこれ家の洗濯機で洗えるんで、イージーケアで、伸びても、もし伸びても大丈夫というところで作らさせてもらいました。雰囲気あってすごくいいと思います。こちらが5000円同時発売ですね。11月25日。そしてローラインの後はハイエンドなんですけども、まあ MB ライン、MB ブランドっていうのがあってですね、メルマガでやってるやつ。で、それでその下、ローライン、安い展開があって、その上、ハイエンドっていうのもあるんですけど、これはハイエンドですね。オーストラリア産のラムレザーを使った結構贅沢なライダースですね。ジップ周りとかも、高級素材っていうか、YKK の高級ラインであるエクセラとかを使ってます。まあエクセラってかなり高いんですけど、基本的にですね、前も説明したことあると思うんですけど、メンズの洋服ってシンプルなのが多いんで、どうしたってパーツが目立つんですよ。でね、賢いブランドっていうのはこのパーツをね、ケチらないんですよ。素材ってちょっとケチっても大して分かんなかったりするんですけど、パーツはやっぱり目立つから、当然このアイテムもそうだけど、目につくのって素材全体はまあ確かに目につくけど、こういうところが目につくじゃないですか。で、こういうところをケチって普通の YKK とかユニバーサルとかにしちゃうとあんまり高く見えないんですね。だからエクセラだったりとかリリーとかちょっと高めのジップだったりとかスナップボタンも凝ったものを使うことでですね、意外と高見えさせることができるんですね。これもまあオーストラリアラムで素材自体もかなりいいものなんですけれども、パーツに結構こだわってですね、綺麗に仕上げてみました。あとレザーライダースって割とジャストサイズのものが多いんで、これジャストじゃないです。肩幅も身幅も少し出してあって重ね着をしやすくしてます。で、例えばレザージャケットってまあ冬とかも着たいけど中に着込むことがジャストすぎてタイトすぎてできないっていうのも結構あるんですけど、これだとローゲージのニットとかも入れられるし、インナーダウンも入れられるんで、ライダースを冬まで使いたいなと僕は思ってるから、まあ着こなしをできる、着こなしの幅を広げられる、中に着込んでも着膨れしないっていうところでちょっと考えて作りました。ただその代わりですね、身幅とか肩幅は広くなってもやっぱりスリムなシルエットって出したいと思うので袖は細くしてます。まあこれって前説明したユニクロのハイブリッドダウンと同じ理屈なんですけれども、基本的に肩幅とか身幅とかっていうのは広くてもそんなに気にならないんですけど、袖がダボダボしてるとかっこ悪く見えるんですね。だから袖を細くしてですね、すっきりとした印象に見せるんだけど、実は肩幅と身幅は広いっていう面白いバランスで作ってます。これ結構高いです。4万円ぐらいになっちゃうんですけれども、それでもかなり頑張ってるんですけどね。なんでまあ気になった人は買ってみてもらえればというふうに思います。これもね本当にね原価に近いぐらいの価格で、普通のブランドがやると10万ぐらいしちゃう、10万以上しちゃうかな、普通に計算すると。そうですね、10万以上しちゃいますね。基本的にね、バラしちゃうけど、普通のブランド、デザイナーズブランドの計算っていうのは原価 ×3 ですからね。だいたい原価の3倍で売るんですね。で、これ原価考えると、普通のブランドだと10万ちょっといっちゃうと思うんで、だいぶ4万でも安いは安いんですよっていうことは言っておきたい。まあまあでも高いは高いんで、4万っていう数字は高いんで、まあ気になった人だけ手に取ってもらえればと思います。はい、そんな感じですね。ローラインのコートと、ローラインのタートルネックのカットソーと、あとはハイエンドのレザーが11月25日メルマガの中で発売になりますので、気になったらメルマガぜひ登録して読んでみてください。まあ、もちろんね、MB アイテム買う目的じゃなくても、情報だけに素晴らしく価値があると僕は信じてずっと6年間やっていて、それが支持されてますんで、まあどんなもんかと思ったらですね、ぜひ登録してみてください。ちなみにマグマグさんだったりとか、ニコニコだったりとか、あとはノート、その3社で配信してるんですけれども、マグマグさんの前は、1ヶ月無料になるんで、初月登録してですね、もし気に食わなかったら初月で解約しても全然大丈夫なんで、まあちょっと試しに読んでみたいなと思う人はマグマグさん選んでみてもいいかもしれません。ただ画像と一緒に読めるんでノートは結構読みやすいと思うんですけど、まあその辺はまあ調べてみてお任せですけども、まあ個人的にはまあマグマグ登録してですね、初月もし気にならなかったらまあ退会してもらう、それが一番コストかかんないでお互いにいいんじゃないかなというふうに思ってます。僕も無駄にお金取りたくないんで、まあ初月読んでもらって、まあいまいちだなと思ったら解約すればお金かからないわけですから、マグマグで一回読んでもらってもいいかなというふうに思います。はい、そんな感じでやっております。で、実はこのトレンチコートなんですけども、この春に、作ろうと
思ってやってた MV アイテムなんですけど、コストがあまりにもかかりすぎてボツになったんですけど、ちょっと披露するところがないんで今着てるんですけど、これもし欲しいっていう声があったらですね、商品化しようと思いますんで、この動画を見て欲しいと思ったらメルマガの Q&A コーナーからトレンチコート商品化してくださいと、書いてもらえればちょっと考えますんで、よろしくお願いします。はい、そんな感じで MV チャンネル商品の紹介だったりとか、ファッションのロジックだったりとか、豆知識をお届けしております。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。またお会いしましょう。 MV でした。バイバイ。